やっほー、あみです。みゆです。はい、はい、ということで今日はこちらに来ております。今日は自営許可をもらってモーリーファンタジーさんに来てるんですけど、一人5000円ずつ使って対決をしていきたいと思います。対決ということで、うん、これはね、なんかみゆの日頃の成果を発揮する場じゃないんでしょうか。いやー、うまくないんよ。でもみゆ最近めっちゃやってるしね、うん、頑張ります。ちょっとあいも頑張らないとって感じなので、はい、やっていきたいと思います。それでは早速いくよ。わかんないから、あっという間がありだ。あ、え、あ、うん、あ、あれ、めっちゃいいよ、いいよいいよ、引っ掛けて引っ掛けて、あ、ちょっと、いやー、あ、いいよいいよ、2本入った、いけ。あー、難しいですね。ちょっとこれ無理そうです。はい、じゃあ次に行きましょう。楽しいやつやります。みゆもやる。そういうのいっぱいできて楽しいから。ちなみにうまい棒はコンポタが好きです。あ、取れそうじゃない。あー、同じやつだ。え、いいんじゃない、いいんじゃない、これはうまいよ。いいよ、みゆもいいよ。狙ってたこと。あ、でもいいよ。あ、なんか同じことしてるよ、さっきから。ゲットゲット、2本ゲットしました。4つゲット。今勝ってます。しんどい。あ、大好き、みゆこういうの。そう、あ、これやりたい。はい、あ、ずれた。いや、いける、いけた。めっちゃ潰すやん。持つよ持つよ、いくよいくよ、いいよいいよ、ぼやん。あ、ここまで飛んでくることあんのかな、これ。綺麗に行けば。それは何か取れそうなんですよ。やばいやばい。え、ちょっとこれはもう次行くと、え、もう次で取れなかったらちょっと厳しい話だね。でも腕が太ってて心配だけど。え、これいける、いけるいける。間違いないわ。ありがとう。ここに挑戦。いい、ブドウとソーダがいいな。この間をつっつこう。なんかどこつっついてもいけそうな感じするけど。え、あ、え、え、どう、え、こいきそう。あ、いや、いや、これいけるわ。これいけるね。もういいんじゃない。いい、狙いはいい。あ、もうこれは来た、これは来た。あ、これに、すごい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 。絶妙絶妙。もう一回いきます。これはさすがにうまい。
挑戦。ミーフィーちゃんが欲しい。ミーは頑張れ。ちょっとやっぱ弱いかな。いや、あ、ちょっとおーおーおー、なんかすごいことになった取れた。ミーフィーちゃんゲットしました。嬉しい。あれもう使い果たした。終わりました。あ、終わったの？あと500円とか600円ぐらい。いや、めっちゃいいとこ行ってるぞ。うん、いいよいいよ。あ、いやいや、もう落ちるよ。もう落ちるよね、次だよね、うん、今と同じ感じで言えばきっと落ちる。はい、ということで取れたものをね、紹介していきたいと思います。え、はい、これはさ、対決ってさ、なんか何で対決するの？え、そうなの？客観的に見たっていう感じでいいかな。そうしよう。そうしようね。じゃあ、私から紹介していきたいと思います、はい、小物からいこう。お菓子たちでございます。え、もう数を見てほしい、このアピールタイムだから今。うまい棒4つにシミチョコが3つ、プッチョがプッチョ8個も取れました。すごいね、うん、すごいすごい。あとはじゃーん、これ最後に粘って粘って取ったカントリーマーム。おいしそうね。こちらが私の一番の大物です。じゃーん、かわいい。かわいいね。やったね、クジラちゃん取りました。頑張ってよかった。本当にめちゃめちゃ可愛くない？え、もう超可愛い。可愛いね。はい、以上です。はい、ということで次はミユの取れたものの発表です。はい、まずミユは最後にちょっとね、数増やそうと思って数稼いだ。うまい棒3本、シミチョコ2本ですね。この辺はちょっとアミに負けてますね。じゃーん。わ、待って、それ考えたらミユめっちゃ取ってるやん。もうアミよりね、はるか大きい。しかもこちらが2個です。すごい。小物系、これなんか流行ってるらしい。なんか分かんないけど、なんか流行ってるらしくて。で、次はこちらですね。これやばいね。これやばくない？ちょっと苦戦したけど見事に取れました。最後、じゃーん、かわいい。絶対片方アミノじゃん。おっとっと、ミフィちゃん2匹ですね。こちらでした、ミユの。たくさん取れたね。ね、はい、はい、ということで判定をマネージャーさんにお願いしたいと思います。はい、じゃあ発表します。今回の UFO キャッチャー対決、勝者は、悩んでるの？ああ、優しい。優しかった。いや、うん、引き分け、もうこれはね、大きさはアミちゃんとかが多いし、数も大きいんだけど、ミユちゃんもこうヘッドホンとか、うん、高価なもの取ってますよね。じゃあ今回引き分けということで、はい、またリベンジしたい ね楽しかった本当に、ということでモーリーファンタジーさんの詳細、下の URL から、下じゃないね、概要欄のURL から見れるので、ぜひぜひ見てみてください。はい、ということでちょっとでもね、見てて楽しかったよって思ってくれた方、高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上アミとミユでした。バイバイ。